続いてはこちらです。アスカセミナール33でアスカ先生はイエスは以前の宇宙で精霊だったのではと推測されました、はい、だとしたら次の宇宙で精霊になるのは今の宇宙で大天使ミカエルでしょうか。飛鳥先生の見解を教えてください。実はね、ミカエルが、天上の大会議というか天上の、まあ、大戦争というかね、まあ、ルシフェル の仲間とこう戦って、まあ、勝つわけだな。でミカエルはその時は前世は霊の状態の大天使ですから、実は地上で人間として生まれてるんです。アダムなんです。アダムが実はミカエルなんです。ということは肉体持ってるので、はい、精霊になることはない。うん、なるほどですね。そうです。だから次の精霊の方はどうなるか分かりませんが、ただまあまあ今ルーハ精霊ね、はい、は次の新しい宇宙を作るときは、そこではヤハウェの役をするんですよね。だから厳しいんですよ、はあ、めちゃくちゃ厳しいですよ。ちょっとミスだったら殺されちゃいますからね。それぐらい厳しいんです。まあ、それだけまた逆に言えば神がそばに身近に感じられるところですよ。あって海が真っ二つに割れたり、もう神がいるってこと嫌でも分かる。そこの情それなのに逆らうわけですから、そんな罪重いわな、ただまあおっしゃってる意味は、じゃあ次の世代の精霊はどなたが、やるのかなっていうね、まあこれが分かりゃ苦労はないよな。だけどまあまあ今の、この地上での役割の果たした中で相当大きな役割を持って、ほぼ推測つくんですけど、それはちょっとまだ言えませんか。言えないところがあって、まあでも申し送りっていうのは分かる気がしますよ。だって父親から息子、息子から孫、もう順番当たり前じゃないですか、はあ、神の世界と同じですよ、はい、申し送りは当たり前です。ということは、はい、もうないという方が、じゃあないということを証明してくださいって言いたいぐらいですよ、でこの世の世界の延長が神の世界ですから、ある意味神の世界の縮図がこの世界ですから、はい、ということです。